やって時間帯によって女性の特徴が全然違ってたりするので面白いんですよ。17時から19時はこれゴールデンタイムって言われてるんですね。このままホテル行くかみたいな。どうもレイズです。どうもガジです。今日はですね、夕方にナンパするメリットについて話していきたいと思います。ナンパする時間帯といえばなんか夜みたいなですねイメージってあるかもしれないですけど、でもナンパって時間帯によって女性の特徴が全然違ってたりするので面白いんですよ。なるほど、はい、今回はですね夕方の時間帯の女性の特徴について考えてみたいと思います。最後に見ないと一生夜明けの来ない人生を送ることになりますよ。チクヨロ。はい、まず夕方に行うナンパなんですけど、17時から19時はこれゴールデンタイムって言われてるんですね。なるほど。でなんでかっていうと、うん、この時間に予定入れてる女性はもう少ないですよ。だから予定入れてるにしても大体19時以降なんですね。人と会う約束とかね、食事のタイミングとかね。なんでですね、ご飯前の夕方2時間ぐらいですね、これ暇つぶしてるんですよ。暇なんですよ。なんですって。だから暇してる女の、まあカフェぐらい行っても OK 取りやすいですし、なんなら話盛り上がっちゃえばですね、はい、もうそのままホテル行くかみたいな。まさか。あるんですよね。夕方ナンパいいのは、相手の女子がですね、これが人と予定あるから飯を控えているので怒らなくていいっていうのもあります。あ、本当。はい、濃い話がで予定が全然ない女、彼だけの女もいますよ、はい、で暇しててなんかこのまま帰るの寂しいなとか、先に予定入れるの大変だけど統一ならまあいっかみたいな感じですね、うんうんうん、結構ひょいってついてきたりします。直近の予定読めなかったりして、なんか17時ぐらいだったら、まあ、心的に余裕もあるし、ちょっと1時間ぐらいだったらいいかみたいな感じでついていきやすいんですね。なるほど。その日が休日の女の場合もあります。こういう女はですね、暇とエネルギー持て余してるんで、午前中や昼頃から活動してることもありますけど、まあ、17時ぐらいから一人いることもちょっと飽きてきてですね、歩くスピードちょっとゆっくりになってるような女はですね、そういうのが現れてるんで、もうこういうのめっちゃ狙い目ですね。その他どういう特徴の女がいるか、大きく分けて4つ考えられます。学校外の学生、特徴としてはこうちょっと誰かと喋りたいと思ってる子ですが多いですよね。授業の話振ってるみたいとか、学校行ってんのかよみたいな感じでですね、ちょっと話してみるといいです。学校外の学生はですね、まあ、リュック背負ってたりラフな服着てるのが結構学生ですよね。2つ目はですね、仕事外の OL です。まあ、特徴としてはまあ仕事外なんで、服装はバッチリ決めてるわけじゃない人が多いですよね。17時と18時の時間であればですね、ちょっとお腹空いてきてるんで甘いもの食べたいっすよみたいな、こう甘いもの誘惑ですね。マジでなばきやすいです。はい、で女の服装の特徴としては、まあ、ちょっと綺麗めで生きてないような雰囲気の子はですね、うん、OL ですよね、うん、はい、仕事の服だったり小綺麗な人は多いです。次、買い物外の女性ですね。特徴としては着飾ってるけど、まあ、予定はない人が多いですね、うんうん、会話でそういう人はですね、服装いじるといいんですよ。次、4つ目ですね、出勤前の夜食ですね。夜の女の服装はですね、イケイケ系だったりしますね。派手め強めみたいな。なるほど、はい、化粧も服装も結構バッチリ決まってる女ですね。で夜食のは基本チヤホヤされてるんで、おとなしい男には耳気しません。なんだって。言葉遣いも遠慮ない感じなので、毛を刺されたらダメです。イケイケのノリについていけないとですね。夕方に適したナンパの服装について話します。綺麗めな白系とか明るめの服が一応まあ無難ですね。黒が多い服だとやっぱスカウトとかホストに勘違いされてシカトされがちです。初心者には難しいですね。明るい服装にして女性の警戒心を薄くするのがおすすめです。はい、基本は明るめいいんですけど、まあ、タイプ別でもちょっと考えてみます。学生狙うんだったら学生っぽい服装に寄せた方がいいですね。 OL 狙うんだったら、まあ、生きてない好感度の高いちょっと綺麗めな服がいいですよね。アクセとか控えめにして清潔感ある服装がいいです。買い物帰りの女はですね、年代にもよりますけどカジュアルがいいですよね、うん、季節感出した服装の方がいいですね。出勤前の夜食に関してはですね、強めの格好がいいです、うん、アクセとかピアスとかですね、夜食に寄せた服がいいんですよね。あとダークカラーも入れてですね、洗練された印象を持たせるのもいいです。服装ってこうバリエーション多くて、もう何から手をつけたらいいか分かんなくなりますよね。あ、ナイス。簡単にまとめると、きれいめ OL 狙いだと全部拾えるって感じです。若い子に特化したようなカジュアルにすればいいし、まあ、夜食なら黒めのやつちょっと強めを入れていくといいです。はい、って感じですね。夕方にナンパするメリットについて解説してきました。実際ナンパするとですね、時間帯によって女性の反応全然違います。
夜になるにつれて女の反応結構渋くなってきたりもするんでですね、夕方っていうのはもうマジでゴールデンタイプなので初心者向けですね、マジで。あ、じゃあ今からですね実践の方をしてみたいと思います。教授はダーク寄りで、ダークサイドに落ちました僕は。まあ夜食行ってくれるのかな。お任せください。これはちょっとカジュアルめで若干強めみたいな感じですかね、はい。あ、山本さん、ちょっと上着熱いね。逆に寒いからそれ上着ちょっと欲しい。ちょっと負けてほしい。あ、お待たせ。ごめんね、待たして。また。今日風強いね。大丈夫？いや、今日めちゃめちゃ黒決まってるね。黒ね。ちょっと本当に大丈夫かなと思って。いや、今日どこ行ってたの？いや。こんにちは。風強いね。今日どこ行くのかすごい気になって気になって。マジで。体にまあ良くないけど。今から帰る感じ？マジで。めっちゃ働くじゃん。バイト先にいい出会いありますか？マジで。あ、今からじゃあ家行くってこと？先生タバコ臭いね。じゃあない。大丈夫。確かに見た目はそんなタバコ吸わなそうだもんね。本当はちょ今から飯行きたかったんですけど。逆に本当は行かなきゃいけないんですよ。行かなきゃいけなくて、ちょっとお姉さんも今日カテキュアじゃないですか。ちょっと次回次回一緒行きたくて、LINE だけ聞いていいですか。 LINE だけ。渋谷で待ち合わせして、まあ、新宿か池袋でもいいけど、まあ、あと僕ちょっと最近学習塾に行こうかなと思ってたんで先生にちょっと依頼しようか。優しいよね。本当にちょめちゃめちゃタイプで、ちょっと一度ちょっとチャンス欲しいなと思って、LINE 教えてほしいなと思って、いいっすか。あ、僕教授って呼んで、ああ、ちょっといい店ちょっとチョイスするね。ありがとうね。はいって感じですね。教授がサクッとエルゲしました。ちょうだいもんすや。俺はまあ行くまでもないかな。服強めだから結構 OL 系反応良かったよね。いやめちゃめちゃ握られましたね。結局あの子は夜系だったんですか。で夜系っぽかったんですけど、まあ、一応なんか家庭教師のアルバイトとか言ってましたね。あ、なるほど、はい。あ、学生かな。あ、学生かな。ちょっと強めの学生。まあ元不良みたいな感じでそんな感じでしたね、はい、って感じですね。仕事遅くて平日夜じゃないとナンパできないっていう人はですね、休みの日くらいはですね夕方ナンパに挑戦してみてください。わしもナンパして人生に朝日を照らしたいわって思った人は声をコメントチャンネル登録お願いします。いや、そうは言ってもモテなさすぎて光が見えんてかナンパできんってなってしてるわ。うちの LINE でモテるようになるため、ナンパできるようになるためのノウハウを発信してるんで、概要欄から登録しておいてください。あざっす。